特にあと他にアイテムはなさそうだね <laughs> あやられたかさっきさシャッター切った時にさなんかいつもと表示が違ったような気がするんだよね。 あ捕獲1になってる倒したってことやっぱ攻撃要素があるのか、まあ、とりあえずさっきのところかさっき入った入り口のとこかうんうん ってなると、こ、ここから攻撃し始めるかなもしかして。20。20。はい、20。え何の音だ、今の。なんか割れた音したね。さあ、戦闘要素が出てきたかな、もしかして。で、捕獲1ってなるってことはさ あれなのかな倒した扱いになるのかなあ,あ、紙があるえ屋根裏部屋に爆弾がありますなんだってそれはとても <laughs> それはとてもとてもいいお誘いですねえこの場所を地面 に焼きき払う準備ががででていますすそれが唯一の方法ですここに十字架を残しました。私がえ失敗した場合はそれを持ってあなたのそばに持っていってください。はいだそうですん。ありません、十字架。はい。置いてかなかったな、あの野郎。うん、まあ、ど、どなたか知らんけど。モノリス。 オッケーおっなるほどあんな感じで出てくるわけだどっかのタイミングでかうーんランダムなのかなタイミング的には。 何か作業をしてるとき違うんだこれ溝にはまるようにってことだよねはいそうですねうん簡単じゃないですかまあ失敗しちゃったけどねさっきあ 秘密の材料が入った赤い箱なんだってまあアイテムは勝手に使ってくれるから持ってればとりあえず効果がそのまま起きるというねなんか爆弾がどうのこうのっていうのが気になるねそうだそうだこれこれを開けてなかったね 3番のキーおっとえっへっへっえっへっバールだバールのようなものだそんなものを渡してしまっていいのかさあ実況に熱が入りだしたいや皆さんバールですよバールいやマジでいいのかって話ですよ 3番の扉どここっちにさあ,あ,あそう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 この板が張った扉があったからさそうだよねで3番って外の鍵だなあと思って合ってましたねこっちはこっち多分出口のところ出口っていうか最初 倒れてた場所だよねはははいはい、はいでこれで入り口がつながるととりあえずちょっとつなげておきましょうあとで何が起こるかわからないのでねえー、っとじゃあ別館に行くみたいなあーあ、そっかそっかこれが落ちてきてここで気絶しちゃったんだ。 あなんかギッチギチってるね。なんだじゃあさっき上見とけばよかったんだ。はい三番通りで中に鍵がなかったんだ。で中に四番ね四番バッターね。あはいはいちょっとん。とごめん見落としたか。 ちゃんと大人のあるほう見とかないとね。恐怖演出を見逃しちゃうから。さあどこも,もかしこも鍵閉まってんな。うーんまっすぐ行けばいいのかな。こっちから音聞こえたから開いてるよね。んあこれか。あぶな。ああぶな。もうちょっとタイミングはければな。 <laughs> 当たってただろうけどあなんかごめんいろいろと紙を手に入れましたね何か頂上現象が私たちを悩ませていますそれは私たちを一人ずつ殺していますその頂上的な力がどのようにしてここに到達したか分かりませんが理由は分かっていると思います私たちはそれに値します 時は来ました四つの材料すべてを交互し、基地のできるだけ近くで加熱しました。覚えておいてください。これはあなたがケーキを焼く方法です。なるほど。この四つの材料を集めろってことね。何も記してなかったじゃねえか。えーっと。じゃあ、ここに戻ってきて焼くのかなどうなんだろう。お人形さんは何なんだいって、これ。 特にアイテムないなこれはうん関係ないのかおなんかアイテムが落ちてるわけじゃないんだはいはいはいあおおわー取り損ねたー今のは取るべきだったよね多分シャッターチャンスでしたね んなんだ殴ってますね壁壁ドン、壁ドン常習犯ですねなんかあれだねゼロを思い出すなんかシャッターチャンスを逃すとっていうちょっと待ってねアイテム これ捕獲回数によってなんか進捗が変わるのかなこれらはひどい。これらのモンスターは私たちの檻の中に閉じ込め、それそこで人々は私たちをメイドにし、私たちお、ちょっと待って。私たちにそれらをマッサージするよう強制しますあ。やっぱりあれマッサージ機だったんだ。あなかなか私の推理も舐めたものではないですね。舐めたもの捨てたもんではないですね <laughs>。 えーと、ここにそれを書き留めることさえ恐れていますうんんなんかくちゃくちゃ言ってんなうんなんかここで飯食ってるやつがいるってこと あ開あいたあれいない何にもいないおうおうびっくり音がうるさいあなんか出てきそうだなで声が聞こえたね今最初にこの島に来るときに。 お出てこないそう <laughs> よしとったなるほど恐怖現象を取ると捕獲になるんだはいはいはい倒したとかっていう扱いではないのかうんなるほど。 救いに来てくれるそうですねで、ミカという少女がボートを盗んでいってあなるほど本当に申し訳ないそういうことか一緒に逃げりゃいいのにあっ EMF リーダーじうーんと電磁界リーダーこのデバイスが特定のエリアで鳴る場合はそのエリアを,を離れる必要がありますなるほど これな、ななってくれるってことこれ勝手に使ってくれんのかなピーってなったら10十ん10特にあと他にアイテムはなさそうだねあやられたか 一応写真は撮った。ああ、捕まったねなんかやられるっていう、あれはなさそう。 いや、でも怖いわ、このゲーム。ほんとに <laughs>。ちゃんとしてますわ。あ、外に出れる。いや、外に出れたとして、鍵がないんだよ、鍵が。4番の鍵が手に入ってないから。あーまあ、ま、とりあえずボートの方行けばいいのかな。 さっきボートが来るって言ってたから助けに来るって、right. me dogs, okay? はい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 いやこれで脱出できるまさかあ 誰も来てない。えどういうことだまあ確かにあのボートでねえ誰か連れ去ったとして連れ去ったっていうかそのミカという少女が乗っていったからといってまあ、助けには来ないですよね。そうそうすぐに。だってそもそもたどり着けるかっていう問題があるからね。本土っていうところに。さて。 じゃあ「いらっしゃいませ」してくれっていうことなのでまああと声の主が誰なのかって話だよねたださあ4番目の鍵がさあないからさあここか。 なんかご丁寧に矢印が書いてあったここまだ開いてなかったんだっけ開くんだ EMF が鳴ったねあそこは危険だそうですダメだといや行きてえなあそこでもなんか死にそう。 でもここ開かねえんだよなぁ。あ、ちょっと待って。そういえばさ、もう一個さ、赤いドアあったよね。どっから入るっけどこだっけ赤い扉の部屋、あったよね。あれあ,あ、そう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 、ここここここ。 これピックツールで開くっていうことだよ多分であのまままっすぐ EMF の部屋に行くとシャレにならんことが起きるってことは小さなヒューズヒューズこのタイミングで ヒューズに関してはガチで使うとこああったそうだよねここそうだよねここたぶんあれバッドエンドの道だったんじゃないかえ待って待てて待ってうふ塞がりだか ちょっと待って。とりあえず行くしかねえわな。取れねえわ。え脚キ,キャタツ いやこっちも多分アウトだよねここなんかあるかはいえっ、ー、とちょっとですねえほ、ー、他の回避方法がわからなかったのであのー 屋根裏を開けたじゃないですか。ちょっと今予測なんですけど、あの、そこに落ちている、拳銃。これを取って、2階へ駆け上がるとかなんですかね。ちょっとそれでやってみましょう。死ぬかもしれませんけど。死んだ。 死んだくさいな <laughs> 死んだくさいなこれ キャラは強すぎて克服できませんでした。うわー、バッドエンドだねー。ああ、自殺しちゃったってことか。終わり。<laughs> ああ、ってことは二回のエンド。あ、なんだったんだろう。 なんだろうあの脚立撮影した写真写真はあんまり関係ねえのかイースターエッグイースターエッグはいではちょっと一旦終わりなんですけども。 ちょっとエンド回収したいなちょっと悔しすぎるので